橋本正は、日本の政治家、自治官僚、茨城県知事。退任時には、現職の都道府県知事としては、石川県知事の谷本正則と並ぶ、最多戦者であった。2007年3月10日、首都圏中央連絡自動車道筑場牛区、網東海通式典にて、茨城県中郡東海村生まれ、茨城中学校、 茨城県立水戸第一高等学校を経て、東京大学法学部卒業。1969年自治省に入省。山梨県総務部長や国土庁、消防庁などの役職を歴任し、1993年、自治省公営企業第一課長を最後に退官した。1993年、自由民主党、新政党、新党先駆け。 日本新党の推薦を得て、汚職事件による、竹内藤夫の辞職に伴う茨城県知事選に立候補し、前水都市長の佐川和信を破って初当選。全国公安知事協議会会長、原子力発電関係団体協議会会長、全国知事会原子力発電対策特別委員会、委員長、中央教育審議会委員。2017年6月28日、 茨城県庁舎にて、復興大臣、吉野正義と第44回衆議院議員総選挙と、同日の2005年9月11日に、茨城県知事選挙が行われた。県内に強い地盤を持ち4期目を目指す橋本と、共産推薦の新人の一騎打ちとなったが、橋本はそれまで3期、12年間も茨城県知事を、務めており、自民、公明、民主、 社民が推薦した前回2001年9月16日の知事選とは異なり、推薦を出したのは公明と社民のみであった。前回20%であった投票率は優勢選挙と言われた第44回衆議院議員総選挙と同日であったため60%台にまで上昇した。4選。5期目は県民の支持を得られないとし、自民党茨城県連は 2009年の人気満了に伴う県知事選で橋本の推薦を見送って対立候補を擁立民主党や共産党も対立候補を擁立した第45回衆議院議員総選挙と同日実施であったため投票率は前回同様60%台を維持し橋本が大差で5選した2013年6月には県内の 全市町村長からの立候補要請を受けて6期目の立候補を表明した。今回の茨城県知事選挙は第23回参議院議員通常選挙の直後だったことから党内調整がつかず自民党は独自候補擁立を断念民主党も候補を擁立できなかった。結果として6期目を目指す橋本と共産推薦の新人による一騎打ちとなり橋本が6選した。 投票率は、過去最低だった2001年は上回ったものの、31.74%に、とどまった。茨城県市長会、茨城県町村会、連合茨城、茨城県医師連盟、茨城県建設業協会など、多数の団体の推薦を受けて7選を目指した。候補者は橋本、自民党と公明党の推薦を受けた、大井川和彦、日本共産党の推薦を受けた、 鶴田真っ白尾の三人。7月16日に行われた、橋本の総決起大会では、戦隊本部長を務める北茨城市長の豊田、稔が、自民党県連は操り、人形を作ろうとしていると述べ対決姿勢をあらわに、した。東海第二原子力発電所の再稼働問題につき、賛成でも反対でもないという態度をとった、対立候補の大井川和彦とは、 対照的に、橋本は8月10日の出陣式で、再稼働は認めないと述べた。従来、原発再稼働について、意見を明言しなかったことから、この表明は関係者を驚かせた。8月27日に行われた選挙で、大井川に敗れて落選した。票にして、約7万票差であり、得票率で見ても、当選した大井川の47.50%に対して、 橋本も40.85%の得票率という選挙結果であった。落選が決まった後、会見で今後政治活動を行うことはないと政界引退の意向を示した。9月25日、1993年から6期24年、勤めた茨城県知事を退任。2003年3月29日、首都圏中央連絡自動車道。 つくばつくば牛久会通式典にて2014年1月15日、茨城県庁舎にて、内閣府特命担当大臣、三好正子と2016年3月19日、茨城県三の丸庁舎にて、復興大臣、高木武史と2016年10月11日、全国公安知事協議会意見交換会にて、国土交通副大臣、田中義隆。 国土交通大臣政務官、大野康政と県関係者からは地味だが堅実な県政運営を行っていると評されているが、医療、福祉政策が弱いと批判が多い。茨城県では犬猫の殺処分ゼロに特化した条例としては、全国初となる茨城県県猫殺処分ゼロを目指す条例が2016年12月に制定され、それを受けて、 2017年度に犬猫殺処分ゼロに向けた各種施策を予算化した。2011年11月9日以降、福島第一原子力発電所事故後の茨城県での子供を対象とする健康診断について必要ない旨を発言し、一貫して健康診断を実施しない立場を取っている。2012年9月の茨城県議会の一般質問において、 健康影響調査について次のような答弁をしている。その後、2013年6月から希望者に対し、茨城県立中央病院内の放射線検査センターでホールボディカウンターによる検査が受けられるような体制が取られた。2014年2月10日、茨城県内の被災状況視察に訪れた。 小泉慎二郎復興大臣政務官に対しても以上2点をこれまで通り要望している。2017年6月の茨城県議会の一般質問において健康影響調査について次のような答弁をしている。2015年11月18日に茨城県教育委員の長谷川千恵子が県総合教育会議で妊娠初期にもっとわかるようにできないのか。 すごい人数が従事しており、大変な予算だろうと思う意識改革しないと、技術で分かれば一番いい。生まれてきてからじゃ本当に大変、茨城県では減らしていける方向になったらいいと発言した際に、それに対し、橋本正知事は問題ないと発言した。その後、2015年第4回、茨城県議会定例会において、 長谷川氏の発言のすべてを容認したと受け取られるような私の発言により、障害のある方は元より多くの関係者の皆様に不快感や苦痛を与えたことにつきましても深くお詫び申し上げます。今回様々なご意見をいただきましたが、これらをしっかりと受け止め、これからの行政運営に生かし、今後特別支援教育や福祉施策にこれまで以上に熱心に取り組み、 充実させていくことで責任を果たして参りたいと考えておりますと発言した。平成29年6月13日、第2回県議会定例会本会議において、村上則夫議員から県知事就任以来、県職員が82人自殺、知事直轄部署だけでも31人の自殺者が出ていることが指摘された。これに対し、橋本知事は、 たとえ一人であっても、県の発展に尽くしてきた優秀な人材が自ら命を絶つという事態は誠に痛ましく残念なことであり、県にとって大きな損失であると考えておりますと述べ、職員のメンタルヘルス対策などに、これまで以上に取り組むと答えた。動物の殺処分ワースト1位になったことに対して、女優の杉本愛がインタビューを行ったところ、最後まで、 さらに力を入れて取り組みますというお言葉が、知事から一言も伺えなかったのは、少し残念ではありました。と書かれている。平成28年第4回、茨城県議会定例会において、議員提案条例として、茨城県県猫殺処分ゼロを目指す条例が、議決され、平成28年12月28日に、茨城県条例第59号で交付。 同日施行された。ありがとうございます。